長野市で噂のとんかつ屋さんへ。今日はロースかつ定食を注文。ご飯はなんと羽釜で炊きたて。20分待つ価値あり。ふっくらつやつやのご飯が完成。待ってました。衣はサクサク、肉はジューシーなロースカツ。まずは藻塩でシンプルに、肉のうまみが口いっぱいに広がる。うまい、うまい、うまい。口に入れた瞬間、キャベツの甘みがじゅわっと広がる。わさびのツンとした辛みがアクセント。新しい発見。すりたてのごまにソースをかけて一口。カリッ、ジュワ、とろける幸せすぎる。豚汁は具材たっぷりで美味しい。かつお節ご飯、無限に食べれる。あなたもこの感動を味わってみて。とんかつ秋山。